はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきたいと思います。ベルクト戦が終わったところでロビンがねちょっとやられちゃったんで10番が、空いてますけれども、まあでももうこれで行くしかないんで進んでいきましょう。なんかねダウンロードコンテンツとかでレベル上げしたいんだけど、なんかできそうもない雰囲気なんだよね。敵は戦いたくない。逃げろ逃げろ、とにかく逃げろ。なんかある、なんだこれは。なんかこれを読もう、調べる。正しき道は竜の印にあり。なんだよ竜の印ってこれってことでしょ多分。どれが竜の印なのか全くわからん適当にこれにしてみようか。天意の魔法陣があります。利用しますか。はい。おお、なんか宝箱がある。これは正解かな。何これ、グラディウス。グラディウスを手に入れた。これ槍だよね。見てみよう。とりあえず槍エフィでちょっと一旦見てみましょう。威力12、射程1から2。重いけど強くね。三種の神器の一つ、岩をも貫く威力を持つ。これはいいな。これさ、マチルダに装備させよう。まあさすがにスピードは下がるけど攻撃力めっちゃ上がるな。これマチルダいいね。でナイトキラーどうしよっかな。皇帝の槍にするか。まあ威力はね確かに全然皇帝の槍の方が強いんだよな。クレアを皇帝の槍にしよう。でなんか騎馬兵がいたらナイトキラーにしますか。でこのまま先へ進んでいくと、ワープしてきたね。この広場は大体敵がいるんだよね。ほら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 。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。逃げろ。で上に登って、でこれは右と左か。右に行ってみよう。道が、あれこれ何、こちらからは開けられない。どうしてこちらからは開けられないって、あちら側から開くっていうのがなんでわかるんだでなんかあるね。行ってみよう。あー、ミラーの心臓か。ちょっと草が起こってるからマナの草。こういうところでさ、なんかダウンロードコンテンツとかできないかね。セーブができんだここ環境とか全然関係ないからな。いやー、奥もないしな。セーブポイントってところか。また奥へ行きますか。で、いや敵がいるよ。ちょっと待って、敵は本当に戦いたくないんだよ。しかもさ、ここまでさおびき寄せちゃったら、もう戦わざるを得ないね。しょうがない、行くか。これはもうちょっとサクッといきます。じゃあ先へ進んでいきましょう。また左右に分かれてるね、敵がいる。ちょっと待って、見つからないように。泉がある。疲労回復、おいいね。無限に使用できます。逆感も泉っぽいね。そうすると見つかった。ちょっと待って、経験の水か。どうなんだろうね。襲われてるけどさ早くあっち行け。去ってった。いや早くあっち行けよ、戦いたくないんだよ本当に。よし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 見事後ろを通過した。でこっちは、あ待って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 、なんかいた、なんかいた。やだ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 、戦いたくない。ちょこっちから行こう。うわ逃げろ逃げろ。
あれここあれじゃん、なんかこっち下降りられるねみたいなところ行ってさ、結局戻ってきたってこと？マジか。じゃあ魔法陣が違ったってことなんだな。まあ、ここら辺は多分敵いないよね。でこの先に敵がいるんだよね。なるべく見つからないように行きたい。後ろを取ればね大丈夫。あ、見つかった、逃げろってことはよ、ってことはもうなんかな、間違えるのめんどくさいからな、ちょっと調べるか。なるほど、これみたいだな、この十字のやつ、それが神の印か。一応覚えとこう。でこの先に行って、また敵がいそうなマップだから、逃げろ逃げろ逃げろ、ひたすら逃げろ。でこれはこっちの方に行くと何もない。でこっちに行って、また魔法陣、今度は何、獅子の、お、獅子の尻尾ってことでしょこれ。全然わかんねえよ獅子の尻尾ってこれどうやって見んのこれ。こっち側、こっち側だね多分。これの方がわかりやすいねいや本当に合ってるかどうか知んないけどさ。でまたか、あれ戻ってきた、もしや、え、戻ってきちゃった、違ったってこと。いやまずここだよね、まずここは合ってるはず。尻尾の向きが違ったのかな、ちょっとここさ、こうやっていけばね逃げられるはず。あっちも気になるけどな、ちょっと待ってね、こっちの魔法陣の方も、獅子の尻尾どっちだよ向き、これこれ、これが獅子の尻尾ってこと、今このアルムの足元にあるのが。ちょっとここに行ってみよう。お、なんか出てきた、また広間か。広間はねもう常に敵がいると思った方がいいからね。こっちの方とかも行けるしな、こっちの方とかも行けるんだよな。今度はなんだ、大地母神の曹操具を捧げよう。わからん、あれなんだ、扉は開かない、最後の扉って書いてあるよ。いや開かないんだよ。でもなんか捧げるんだね。じゃあ帰ろう。ってことはこっちの方に行けるところがあったから、こっちから行くか。またなんかあるね。ここは宝物庫のようですわね。なんでわかんの。王家のもの以外立ち入るべからずですって。宝物庫、そういえばファルシオンは本来ここに安置されていたんだったね。そうですわね。まあ今はミラ様の額の上ですけど、いずれにせよもう用はありませんわね。そんなのわからないだろう。お宝っつったってファルシオンだけじゃないだろうしさ、なんか残ってるかもしれないぜ。なあアルム。そうだな。あ、聖魂が光ってる。アルム、なんだか胸騒ぎがする、行ってみるよ。あ、おい待てって。うわっ、なんだこれ、入れないぞ。どうやら本当に王家のものしか入れないみたいですわね。アルム、一人で大丈夫かしら。え、一人、いや、みんないるよこっちも気になるんだよねあ、これあれか、扉か。あ、なるほどなるほど、これでつながったってわけね。まあ、ショートカット的なのは作っておくことに越したことはないんで、じゃあ行きますか、この先へ。
え、本当みんないる？みんないるよ。だってアルム一人って言ってるけど、そこシカトしたいな。無理だー、シカトできなかった。お、待って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 、これまずいぞ。え、リッチーとかなんだよこいつら。ここに回復ポイントがあるから、ここ陣取ろう。マジで陣取ろう。これ使ってさ、いや強いよ敵。え、待ってよ、ちょっとまずここは一体ずつだな、一体ずつ。そうだ、負けない。よし、やった。回避率はだいぶ上がってるからな、それは助かる。一体ずつ確実に処理をしていこうと思ったけどさ、あ、まあ2か。でもう次の人は入れないよね。おお、ちょっとこれめんどくさいけど、回復しながらじゃあちょっとサクサクサクっとやりますか。げーひどい、マジかよ。飯を食おう。技使っちゃったかな、安心だと思って。パンでいいわ、とりあえず食おう。元気が出たかな。マジひどい、超トラップだよ。あれ、しかもずれてね、俺のいたところ。君の刃は届かない。まず魔法陣をちょっと占拠したいんだけど。当たらないよ。負けない。せや。そこだ。僕は負けない。まずはこの魔法陣を陣取りたいけど、どうせ来るんだろうな。てかさ、これアルム弱かったらさ、詰まないか。一応自分でヒットポイント5は回復できるのか。弓とかでやってもな、まあ、反撃は食らわないけどね。よし、クリティカルが出てくれた。めちゃ助かる。かわされた。で、あとはまた反撃で倒していくか。この攻防が強いんだよね。めっちゃ疲れてんだけど、アルム大丈夫かこれ。なんか食っとこう。道具袋、食いもん食いもん。疲労回復大っていうのがいいな。これを薬草シロップ、ちょっともったいねえな。ここら辺もね、なんかね、パラメーターが上がるやつっぽいんだけど全然使ってないんだよね。まあソーセージでも食っとく。よしよしよし。これ大好きなんだ。あ、ソーセージ大好きなの。っていうか一人ってきついな本当に。またどうせ逃げらんないんだろうなこれ。いや回復ポイントがさ4つあるけどさまたこれトラップなんじゃねえの。まあいいや、とりあえず。でもスーダンは持ちこたえられるから。おお、出た出た出た、この超トラップひでえな。ちょ、食らわないところから攻撃をしていこう。
戦闘が終わるごとにめちゃ疲れんな。まあそりゃそうだよな。また食い物を食うか。何にしようかな。ニンニクとかいいんじゃん。捨てねえよ。美味しかった。ニンニクそのまま食って美味しいのか。アルムは好き嫌いがないね。まだあんの？あ、これすげえボスっぽい。マジかよ。え、どういうこと？どう戦っていけばいい？なんだよこれ。ドラゴンゾンビとか超やだよ。白竜とかすっげえ強そうなんだけど。よし、まずちょっとここで待とう。でここを陣取ろう。またえ、ドラゴンゾンビって倒せんの本当に？これでいくつ食らうかでね。問題はね、そのいくつ食らうかの方が問題だからね。まあ、そもそも食らわなかったけど、変な話、食らわなければちょび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 削っていけばなんとかなるから。うおー、何、いや、めんどくさー。またあれがなくなった。うわ、補給ポイントがこっちに動いてるよ。今度もうスペクターをじゃぶっ倒したいね。67かー。2発当てないと無理か。よしよしよし、ナイスナイス。来た来たよ。問題はこいつよ。8か、結構食らう。最悪差し込まれる恐れがあるな。クリティカルが。よしよし、ナイスだ。ナイス、これは倒したっしょ。ドラゴンゾンビ、僕は負けない。いや、これさ、アルム鍛えてないとマジ無理ゲーだしょ。で、補給ポイントはこっちに来てんのか。ちょっとここにいるのは厄介だな。十分戦えるぞ。まあまだ大丈夫なはずだから少しでも減らしておこう。いや、 やっぱりね、剣と弓をね別々に装備できないのがちょっと痛いね。よし、 OK。 受けてみろ。うお、それでもまだ2位残るか。これは倒したね。王家の剣ってどこまで鍛えてあったっけ。これ鍛えられるだけ鍛えた方が良かったね。いやー、なんか強そうだったけど、なんとかなったな。レベルがさ、一つのマップで1ずつ上がっていく感じなんだけど。もういいでしょう。さらば。僕は負けない。今日は体が軽い。まあいいや、1っていうのがないからね、とりあえず。よし、いい勝利だったね。で、さすがにもう終わりでしょう。上に登って、え、あ、なんだあれは。どうしてミラとファルシオンがここに。それにこの姿は。あ、セリカ無事だったのか。セリカ、何をするんだ。セリカ、セリカいくら語りかけても無駄だ。ジュダ、この娘はすでに偉大なるドーマ様に魂を捧げたのだ。己の意志を持たぬ魔女、忠実なる我が傀儡よ。
なんだって。そんな、目を覚ましてくれセリカ。もう一つの聖魂の魂をドーマ様のもとへ捧げるのだ。二つの聖魂を持つ者が殺し合う。素晴らしい。まさにドーマとミラの神話の再現だ。セリカ、やめてくれ。このままじゃ私あなたを殺してしまう。だからお願い、マルル、私を殺して。そんなことできるわけないだろう。ローマの成功を持つ者よ、ファルシオンをその手に取り出す。どうなっているのだ。バカだ、まさか封印が解けるんだなと。ことってないだろう。セリカ、セリカ、しっかりしてくれ。セリカ。セリカ、よかった。セリカ、本当によかった。でもどうして。私にもわからないわ。でもどこからか優しい声が聞こえたの。大丈夫、ファルシオンを信じなさい。あれは、アルマ、アンテーゼ、聖魂を持つ運命の子らよ。あ、この声は。私はミラ、あなたたちが神と呼ぶ者。兄ドーマと共にこの大地を作りし者です。
あなたがミラ、第一母神ミラなのか。そう呼ぶものもありました。しかし今の私にそのような力はもう残されていません。なんだって。あなたが手にするファルシオン、それは竜の王ナーガの牙より削り出されたただ一つの神殺しの剣。ナーガは知っていたのです。永遠ともいえる長い歳月の果てに我ら竜族に待つものが何であるか。それは全ての竜族が避けられぬ狂気、滅びゆく定め。ゆえにナーガはこのファルシオンをドーマに与えたのです。いつか我々が狂気に囚われこの地に大きな災厄を振りまく時、人々に我々を滅ぼす術を与えるために、牙を持たぬ人々の希望となるように。なのに私は兄を守るためにファルシオンを封じてしまった。私は兄を愛していました。兄と同じように人を愛していました。どこで道を誤ったのか、もう思い出せぬ。ミラ、アルム、アンテーゼ、運命の子たちよ、幾多の困難を乗り越えここへ来てくれてありがとう。あなたたちのおかげで私は人の強さを知りました。人がすでに神の手を離れ一人で歩いていることを私は認めたくなかったのかもしれません。そしてそれはドーマも同じ。あなたたちにファルシオンを託します。願わくはドーマがそのファルシオンにより苦しみの淵から解き放たれんこと。ミラ様、行こう、セリカ。ドーマを僕らの手で救うんだ。オレム、セリカ、君が命を懸けて僕やみんなを守ろうとしてくれたことは分かっているよ。でも僕はそんなのは嫌だ。君一人を犠牲にした世界で僕が幸せになれるわけないだろ。アルム、ごめんね。ごめんなさい。謝らないで、セリカ。僕には君が必要なんだ。君のその優しさが戦うことでしか前に進めない僕に大事なことを教えてくれる。だから僕と一緒に戦ってくれないか。僕たちの力を信じてほしいんだ。アルム、そうね。ミラ様のおっしゃった通り、私たちには生きる力、そのために戦う力があるはずだわ。私もそれをどこかで信じることができなかった。でも今は信じられる。アルムを信じるように人を、みんなを信じるわ。うん、僕も信じてる。僕たちはこんなところで終わったりはしない。この大地から神が去っても世界が千年の先まで続くことを。さあ一緒に行こう。おお、ファルシオンでこっから帰れんのかな。とりあえずファルシオン装備しよう。王家の剣とはまた別なんだね。威力10。え、今いくつ。威力プラス8か。ただ重さも1だからね。命中率低くないか、80って。まあいいや。王家の剣だって必殺も10あるしな。鍛えらんないのかな。
で戻ってきましたと。あ、ここに戻ってくるのね。おアルム戻ってきたか、何セリカも一緒かみたいなさ、そんな会話ないんだ。とりあえずセーブしたい。これなんか反対側だったよね、セーブ地点。あ、そうそうそう、敵いたっけ。敵いたらめんどくさいな。敵はいなそう。というところで、じゃあファルシオンを手に入れたので、あれこれ先進めんのか、なんか捧げろみたいなこと言ってたよね。まあいいか。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。